大宮殿にあった床のモザイク。日常生活や神話が描かれているが、それがあったホールの建設時期や用途については、定説がない。イスタンブール考古学博物館の中庭にある大宮殿の柱の一つ、コンスタンティノープル大宮殿は、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルにあった巨大宮殿複合体で、半島南西端のイスタンブール旧市街地にあたる場所にあった。 聖なる宮殿とも、330年から1081年まで東ローマ帝国歴代皇帝の居所とされ、800年以上にわたって帝国統治の中心地だった。ごく一部の遺構や基礎部分しか現存していない。330年にコンスタンティヌス一世がローマからコンスタンティヌオープルに首都を移転させたとき、彼は自身と後継者のための宮殿建設を計画した。 宮殿は、競馬場と、アヤソフィアの間とされた。何度か拡張及び修復されており、特にユスティニアヌス一世とテオフィロスの地性下で、大規模な修復、拡張が行われた。13世紀初頭まで、大宮殿は、コンスタンティノープルの統治と儀礼の中心だったが、コムネノス王朝初期から、皇帝の居所としては、ブラケルナへの宮殿の方が好まれた。第四回十字軍による、 コンスタンティノープル略奪に際しては、モンフェラートコーボニファーチョ一世の率いるヘラが、大宮殿で略奪した。その後のラテン帝国でも大宮殿を使い続けたが、修復するための資金がなかった。ラテン帝国最後の皇帝ボードアン二世ドクルトネーは、宮殿の円盤製の屋根を取り払って売るところまで追い込まれていた。1261年、ミカエル八世。 パレオロゴスの軍がコンスタンティノープルを奪回したとき、大宮殿は無残な状態だった。パレオロゴス王朝の皇帝らは大宮殿をほぼ放置し、ブラケルナへの宮殿を主に使った。そのため1453年にメフメト二世がコンスタンティノープル入りしたとき、大宮殿は廃墟と化していた。その空虚なホールや別館を見て回りながら、メフメト二世は、 ペルシアの詩人フェルドースイーの次の死を呟いたとされている。雲は帝王の宮殿に巣を張り、フクロウはアフラシア部の塔でなく、大宮殿の大部分はオスマン帝国初期にコンスタンティノープル全体の再建の一環として撤去された。しかし20世紀初頭の火事で大宮殿の遺構の一部があらわ,わになった。その際に、独房、多数の大きな部屋、 墓と思われるものなどが見つかっている。大宮殿の発掘調査は現在もイスタンブールで行われている。これまで発掘調査が行われたのは大宮殿の敷地の4分の1未満である。大宮殿の跡地にはスルタンアフメトモスクとそれに付随する隠し建物が建っており、大掛かりな発掘は不可能である。これまでに出土したモザイク画の多くは、 モザイク博物館に展示されている。コンスタンティノープル中心地の地図。大宮殿は文献などから、下方の網掛け部分にあったとされている。現存する部分は濃い黒で描かれている。ブーコレオン宮殿の伊香大宮殿は、コンスタンティノープルの半島の南西端に位置し、競馬場とアヤソフィアの背後にあった。オスマン帝国時代に建設されたトップカプ宮殿のように、 多数の別館から構成されていたと見られている。大宮殿の葬式地面積は20万平方フィート以上だった。大宮殿の正面入り口はアウグスタイオン広場のカルケモンである。アウグスタイオン広場はアヤソフィアの南に接するように位置し、コンスタンティノープルの大通りの起点になっていた。広場の東に接するように元老院議事堂または、 マグナウラの宮殿があったが、後に大学に流用された。また、広場の西には、東ローマ帝国内のすべてのマイルストーンの起点となるミリアンがあり、南には、ローマ式浴場のゼウクシッポス浴場があった。カルケモンを入って、すぐの南側に、この衛兵団、スコライ・パラタニーの兵舎があった。兵舎の後ろに19脚の長い巣の置かれた応接ホールがあり、 東ローマ帝国初期には皇帝の居所だったダフネ宮殿に続いている。この宮殿には皇帝の寝室、オクタガンがあった。ダフネ宮殿から競馬場の皇帝専用席に直接つながる通路があった。主役建築クリストラクライノスはユスティヌス2世が建設させ、バシレオス1世が拡張、改修した。そのすぐそばに宮殿内の礼拝堂があった。 その北に皇帝、テオフィロスが建てさせた宮殿があり、シグマと呼ばれる半円形の控え室を通じて行き来できるようになっていた。トライヒャンチョスの東には、バシレオス一世が建設させた、金メッキされた5つのドームのある豪華な装飾の新しい教会があった。この教会は、オスマン帝国征服後も残っていたが、弾薬庫として使われ、1490年の落雷で、 爆発した。この境界と海岸の城壁の間にはザキャネスティリアンというポロの一種を行う競技場があった。さらに南には主要な建物群から離れた海岸沿いにブーコレオン宮殿がある。海岸沿いの城壁の一部としてテオフィロスが建設したもので13世紀までよく使われていた。特にラテン帝国の皇帝らは海岸沿いのこの宮殿を好んだ。 海岸側の門を出ると、そこにブイコレオンの港があった。ありがとうございます。